次に縦糸の準備を見ていきましょう。縦糸を染める準備をしています。材料はユーカリの樹皮です。カンボジア織物の場合、縦糸は黒や濃紺など暗い色で染められますが、この材料からはどんな色になるのでしょうか。ユーカリの染液で糸は茶色に染まりました。今度は鉄媒染液を使います。これは砂糖やレモンを使って鉄を錆びさせて作った液体です。この液体につけると茶色から黒へと色が変わっていきます。染め上がった縦糸を成形台を使って数えていきます。一区番の織物を作るためには2600本の縦糸が必要です。1キログラムの絹糸からは22メートル分の縦糸を取ることができます。1区番は長さが4メートルほどなので、5区番分の縦糸を一度に作っておいて織り機にセットすることになります。こうした計算をしてコストを把握しておきます。本数の確認が終わると22メートルの糸を板に巻き取っていきます。しっかり引っ張って折り幅に伸ばして巻いていきます。縦糸を長に通していきます。たくさんの糸を隙間が開かないように注意深く通していくので、二人がかりで半日かかる大変な作業です。おさは折り幅を一定にして横糸を打ち込むための部材です。ここまでできたらいよいよ織り機にセットします。今度は装甲を作ります。とても細かい作業で慣れた人でも 2,3 日かかります。装甲は縦糸を交互に上下させる仕組みです。カンボジアの織物ではこの装甲が3枚あるのが特徴です。それぞれの装甲に対応した3本の踏み木があります。一番手前の踏み木を踏むと手前の装甲が下がります。2番目を踏むと2番目の装甲が下がり、3番目を踏むと3番目の装甲が下がります。これを繰り返しながら横糸を入れていきます。装甲作りでは縦糸を引っ張るように紐を通していきます。この図のように A の装甲は A の縦糸を引っ張り、 B の装甲は B の縦糸、 C の装甲は C の縦糸という順番でつながれています。実際の織りでは A の踏み木を踏むと A の装甲が下がりますから、A と BC の間に横糸が入っていきます。A の縦糸だけが横糸の下になっていますね。次に B の踏み木を踏むと B の装甲が下がり、横糸を入れると B の縦糸だけが横糸の下になります。次に C の装甲を下げて横糸を入れると C の縦糸だけが横糸の下になります。
この ABC を繰り返しながら縦糸と横糸を織り合わせていきます。ところでカンボジアの織物には表と裏があります。これはなぜでしょう。走行によって縦糸が1本下げられて残りの2本は上になりますね。つまり上と下、表と裏では見えている縦糸の数が違うことになります。縦糸は黒や濃紺など暗い色で染められていますから、上の面は少し暗い仕上がりになります。反対側は縦糸が少ない、逆に言うといろんな色で染められた横糸が多く見えることになります。実はカンボジア織物では、織り手は色の暗い裏面を見ながら織っているわけですね。横糸は15束をワンセットとして染められます。それぞれの束を棒に巻き取って順番に縦糸に通していくのが伝統的な方法です。1番の横糸を往復させたら、2番、3番と順番に15番まで交換していきます。それ以降は14番、13番と逆に1番まで戻っていきます。このようにして模様が織りなされていくわけです。出来上がった織物を見てみると、15束の横糸によって描かれる模様が繰り返されているのがわかりますね。こうして丹念に織られた絹織物をぜひ実際の布を手に取ってご覧ください。